カー、阪神のパーカー阪神のこれはセットアップですね。阪神のパー、阪神のズボンパーカー、ジャージセットです今日はこれで稽古しました。可愛いでしょ、全身阪神なの。そうそうそう、慈悲の応援したくなってきちゃったそうですよ、闘志メラメラで J 頑張ってます。皆さん応援よろしくお願いします。昨日の闘志稽古どうだった？昨日は本当になんていうの、改善点、結構何回か闘志してるんですけど、ようやくその自分がどう改善していけばいいのかとか、どこがダメでとかがはっきり見えてきたなって思ってて、で今日も通し稽古したんですけど、昨日よりは良くなったんじゃないかなって思います。どうなんでしょう、でも良くなってればいいなと思って、良くしたいなと思って、今日はまたさらに上に行くために挑んだので、そうですね、多分良くなってると思いますそう、皆さんが、共演する皆さんが本当に何でも教えてくれるんですよ。こう、まあ、自分で解決しなきゃいけないところもたくさんあるんですけど、でもこう疑問点とか、どういう風に話せばいいかとか、こう基礎のことからちょっと巧みなことまでなんか、教えてくれます。なのですごくありがたいなと思いますし、その皆さんが教えてくれたことに対して感謝の気持ちを持ちつつ、こうその教えてくれたことを本番でできるようになることが今は目標ですね。めっちゃ本当にいい人たち、本当にいい人たちばっかりなんですよシェイクス2022、本当にできたら嬉しい、絶対したいです、この舞台。ツイン、今日はそうツインでやりました。ね、そういつもいい人ばっかりです。強い気持ちで、見て、ダダーン、わ、ダダダダン、阪神のファンクラブの特典が届きました。ふう、届いちゃったのよ。嬉しい嬉しくて今から見ましょうっていう感じで、これはね、あのファンクラブ継続したんですけど、継続特典とか入会特典とかっていうのをもらえるんですよ。それですね。で、継続、これ何？継続特典かな？継続特典で、ダダン、
チケットクリアファイルっていうのをもらいましたね。なんかマスク入れにもできそう。ここに阪神オフィシャルファンクラブって書いてますね。そう、これをチケットホルダーかな、チケットクリアファイル、マスク入れにしたいなって思ってます。私はいいでしょ。でオフィシャルメンバーズカードっていうのがあるんですけど、今回ダダンシルバーになりました。前回のあいた前回のがあるんですけど、前回のはね、前回のが白ノーマル、何もノーマルでしたね前回。ノーマルで今回シルバー会員、そして2020、これ見せたらあかんなあ、見せちゃった、みんな見ないで今の消してな今の消してください。そう、これこっち見せたらあかんな、こっちも見せたらあかんな、あ、やばいみんな見やんといてお願いみんな見やんといてな、ほんまにほんまにやで、ほんまにやで、ほんまにあかんで、ほんまにほんまにあかんからな。そう、今回は水色になりました。このメンバーズカードのところが、やめてや、ほんまに信じてるから、みんなのことみんなのことを信じてるからな、クリじゃなくて。そして今回の特典で、マジでフリじゃないですよ本当にやめてな、まあ私が悪いんですけど、やめてよ。で、あの特典選べたんですけど、ダダン加湿器、加湿器にしました。加湿器、なんかこの時期加湿器あるやん、なんかいるよなと思って、ちょうどなんかさ、買うにしてもちょっと加湿器って選ばれへんから、今初めて開けた、ダーン加湿器、かわいいかわいいですね、この加湿器。いいな、これでも刺すところがいるってことですね、この充電器みたいな。可愛いよね、なんかコンパクトで、これぐらいの大きさ、コンパクトで可愛いし、インテリアとしてもなんかこの、なんや、主張があんま激しくないから可愛いですね。使えるね。確かに、そうそう、置き場所がこ困らないのがいいですね。これはしっかり使いたいと思います。去年ファンクラブに入った時の特典は腕時計だったんですけど、それもね、なんか皆さんから好評で結構使ってます使えてますね。
阪神今日もねこれ褒められたし、阪神っぽくないですねって、かわいいグッズが増えてますね。それも阪神やし、その小ささで聞くん、小ささまあでもないよりある方がっていう感じじゃないですか。まだ使ってないから分からへんけど、きっと。茶色ではありませんか、ください。いやダメです、これはねレナタンとお揃いですレナタンとお揃いのジャージです。そうや、ナングラ3位だったんですけど、ありがとうございます。みんなと決めたやつ、3位何かなと思って、景品ナングラの3位何やったっけと思って見てみたらあれでしたね、バランスボードだから野球選手になれそうなグッズをいただけるということで、ちょっとバランス力を鍛えてね、体幹を鍛えて、なんかもっとパフォーマンスに生かしたいと思いますバランスボードねえ、体幹鍛えられそう、楽しみですね。嬉しい。それ以上パフォーマンスやばくなるのはマジでやばい。マジ？ちなみに2位の景品はマッサージクッションだった気がします。1位がアップルウォッチかなだったと思う。いや、初ランクインじゃなくて、前回正月の書き初めで1位になりました。そう、その年パスが家に届きまして、また今度ね紹介しようと思いますねえ豪華すぎる本当に豪華。なんでそんな豪華なんぐらい豪華。もうなんぐらいのプロやないかね、連続でランクイン、まさかのまさかですよね。でもでも一時やっぱ全然選ばれへんくて、まあでも私が阪神系で攻めすぎてたっていうのもあるんですけど、野球系ででも選ばれなかった時期はやっぱ選ばれへんねやなこういうのってって思ってました。でそんなに豪華なんぐらい豪華、略してなんぐらい、いやどこ略してんねんジェイをチヒに投票してきた、ありがとうございます、頑張ります。ジェイは本当に入りたい、1位になりたいなんかくだらない
あのあかん、何でも J に見えてまうっていうやつを毎日欠かさずしようと思って、日々 J を探すっていうことをしてます最近。でもほんと J に見えるものって何でもあるからすごいですよね。誰か J のモバメアプリからの投票の仕方教えてください。お前今髪型 J や。横から見た花も J だよ。ほんま？私マスクこうペタッペタッてしすぎてなんか低くなってきたかも。まだメイクしてますか？そう、今日はまだメイクしてます。最近ここのあれがすごくて、肌荒れあんま見えてないんですけど、なんかマスクあれかな、ここがねほんとブツブツですブツブツ。私そう乾燥肌ですね。アイドルらしいのよでもね、確かにこれでも1週間ぐらい前に買ってずっと置いてたから飲んでますね。やっと飲んでます。確かにいちごオレのレガ逆の字やな。今日和菓子ないですね。ポイント高めなんや。アーモンド。乾燥肌ミカニャンとお揃いだよねそうなんミカニャン乾燥肌なんやお揃い嬉しい乾燥肌のお揃いはさ、なんか結構何億人といそうですけどね。ヒアルロン酸ついたマスクおすすめするわよ。うん、そんなんあるんや。公園で言ってませんでした、言ってたっけ。乾燥肌ドラフト1位。あ、マジ言ってたっけ、全然覚えてないよ。乾燥肌何や乾燥肌ドラフトって何やそれ言ってたっけ。敏感肌だね。
people too。美味しい。今日はでも何もあんまり決めずに配信してるので、まあいつもなんですけど、明日は何やろな、明日稽古あるんですけど、その他に何があるのか、楽しみ、明日も楽しみです。今日も楽しかったし、明日も楽しんで笑って過ごしましょう。チームMのリハ全然参加してないの。あのね、一回参加した、一曲参加しました。でもみんなもっとしてるな多分。頑張ります。でもな、振り起こし苦手なんですよね。何年目、10年目が何言ってんねんって感じですけど、振り起こしも頑張ります。13位富士さん、12位オリア女子ジョーさん、11位つよぽんさん、10位せいきさん、9位ナオキックさん、8位くにさんおけいさん、7位アマゾンさん、6位たっちゃんさん、5位ひんちゃんさん、4位かんつきさん、3位しもりんさん、2位やまとしさん、1位こてえつさん、ありがとうございました。突然明日何日や、めっちゃ目かゆいな、感傷やな。いきなり終了です。またみんなでまた配信するので、今日 30? また配信するので、あの皆さんその時は見てください。ありがとうございました。あ、明日が30ね、ありがとう。バイバイ。